近大地光介川堀とナメクジ。川堀とナメクジは、横溝正史の短編推理小説。近大地光介シリーズの一つ。探偵小説誌、ロック昭和22年9月号に掲載された。近大地光介が登場する作品の一つで、角川文庫版で28ページの短編である。舞台は、戦後間もない日本の平凡なアパートで、川堀とは、主人公が、 金大地公介につけたあだ名、ナメクジは主人公が被害者につけていたあだ名である。純平は隣に引っ越してきた金大地公介が川堀にそっくりで気に入らない。裏に住むナメクジにそっくりのおしげるも気になる。ある日ふと思いついておしげるを殺してその罪を金大地に被せてしまうという小説の下書きを書く。しかし翌日には 自分の書いたものがつまらなく、思え、そのうちそんなものを書いたことも忘れてしまっていた。ところが、半月ほど経って、おしげるが本当に殺害され、淳平が殺人の権威をかけられる。なぜか寝巻きの右袖に血がついており、凶器は淳平の部屋から持ち出された、担当、現場で犯人が血のついた手を洗った金魚鉢に淳平の指紋が残っていた。 小説の下書きも殺人計画書とみなされてしまう。連日警察の取り調べを受けていた純平だが、4、5日経つと担当刑事の態度が軟化してきた。闇市か何かで金魚鉢に触れたことはないかというのだ。どうやら金魚鉢に純平の指紋がついた経緯を調べているらしい。その翌日、取り調べ室に金大地が現れる。金大地は、 事件の前日に、純平が電気の修繕を頼まれて、おかよの部屋に入り、真っ暗な中で電気の傘をおかよに持たされた様子を隣で聞いていた。金大地は、その傘が金魚鉢のような形ではなかったかと確認した。おかよはそうやって、純平の指紋が現場に残るよう細工したのである。金大地がそのことに気づいたのは、純平が小説の下書きに、 おしげるが金魚鉢の位置を神経質に調整していることを書いていたからである。金魚鉢はおしげるの定位置にはなく、水の量も少なかった。そこで金大地は金魚鉢が2個あって犯人が水を移し替えた可能性に思い当たったのである。金大地はそもそも毒を盛られていることに気づいた建築の依頼でアパートに来ており、おかよが毒を持った証拠をつかんだところであった。 おしげるは喉をくびられた上心臓をえぐられて死んでいたので犯人は二人であり共犯のいない純平は犯人ではありえないおしげるの持っている金に目をつけたおかよはくれない基地を巻き込み純平の小説をヒントにして濡れ犬を着せる相手を純平に変えたのだった JET の作画でミステリーデラックス1999年8月号に掲載された JET が漫画化した他の近代地シリーズと共に以下のコミックスに収録されている。ありがとうございます。